私の名前はカンナ、大学生です。母のトモコと父カズキの3人家族とは言っても、この父とは血のつながりはありません。本当の父は私が生まれて間もなく母と離婚したので、私は顔も知りません。母は私を保育園に預けている間、一生懸命働いてくれていました。保育園から帰ると、母にその日にあった出来事を報告するのが日課でした。一日何をして過ごしたのか、お昼寝はちゃんとできたかなど、毎日話していました。一生懸命話す私を見て、母は笑って聞いてくれました。母と一緒にいられる時間が本当に好きでした。私はすくすくと成長し、小学校に入学しました。学校生活にも慣れてきた頃、家に帰ると母から話があると言われ、リビングへ行くと、母と母の友達のおじさんがいました。おじさんはたまに家に遊びに来ていて、来るたびにお菓子などをくれたので好きでした。カンナ、おじさんのことは知ってるよね。ママね、おじさんと結婚しようと思うの。おじさんはカンナのパパになるんだ。そういう母はとても嬉しそうでした。カンナちゃん、おじさんカンナちゃんのパパになりたいんだ、いいかな。おじさんはそう言って私の手を握りました。私はなんだかママを取られるような悲しい気がして、おじちゃんはパパじゃないもん、カンナにはパパいないもん、ママとカンナだけでいい、そう言ってその場を逃げ出しました。その日を境に、おじさんは家に頻繁に来るようになりました。はじめは距離を置いていましたが、一緒に過ごしているうちに、おじさんの明るく優しい雰囲気に次第に警戒心は解け、打ち解けていきました。毎日のように一緒に遊んでくれて、パパがいるのって楽しいと思うようになり、おじさんがパパならいいと思うようになっていきました。ママ、おじちゃんがパパになってもいいよ、ある日母にそう言うと、母は喜んでいました。それから数日後、母とおじさんは結婚しました。私たちは3人家族になりました。ある日授業参観があり、母と父が揃って見に来てくれました。私は張り切って積極的に発言し、母と父にいいところを見せようと頑張りました。家に帰り、父に頑張ってたねと褒められ、とても嬉しかったです。この前までよちよち歩きだったのに、こんなに大きくなるなんて、ほんと早いよね、としみじみする母。そのうちパパ嫌いとか言われるのかな、ショックすぎて生きていけない、と言って悲しむ父を見て、母と一緒に笑いました。その後、頑張ったご褒美と誕生日が近かったのもあり、みんなで焼肉を食べに行きました。私はこんな幸せな日々が続けばいいと幼心に思いました。しかし小学3年生になったある日、私は目の病気になり、視力をほぼなくしてしまいました。医師からは視力を戻すには角膜移植をするしかないと言われたそうです。両親はひどく落ち込んでしまい、母は自分を責めていました。落ち込んでいても現状は変わらない、頑張ってカンナをサポートしようと、父が母を励ましていました。私はこれまで見えていたものが見えなくなったことがショックで、受け入れることに時間がかかりました。点字を覚えたり、手探りで今触れているものが何なのかを理解しなくてはならず、今まで当たり前にできていたことができなくなってしまったことにストレスを感じていました。さらには今まで通っていた学校には通うことができなくなり、養護学校に転入し、環境が変わったこともあって、目が見えなくなるまでは活発だった私は、次第に家から出なくなり、塞ぎ込むようになりました。目が見えなくなってから前より音が大きく聞こえる気がして、耳栓もしていました。ある日、
父にどうして前より音が大きく聞こえるのかと聞くと、それはね、目が見えない分音で周りを見ようとするからだよ。耳まで病気になったわけじゃないよ。カンナ、パパが今どこにいるかわかる？そう言って父は少し離れ手をパンパンと鳴らしました。私は音のする方へ手探りで向かうと、音のするところに父がいました。ほら、音でパパがどこにいるか分かったでしょ。そうやって目が見えなくても歩いたりできるようになるよ。パパと一緒に頑張ろう。そう言って励ましてくれました。それからは父母と一緒に点字の勉強など頑張りました。徐々に養護学校にも慣れ、同じ境遇の友達もでき、次第に笑顔が増えました。点字の本を読むことができるようになった私は、学校の図書館で借りてきた本を両親に読んであげたりしました。カンナは本当にすごいよ。あっという間に点字覚えたね。ママなんて目が見えてても全然できないのに。カンナは頭がいいんだな。パパのことは思えないよ。そう言って褒めてくれました。毎日笑いにあふれ、優しい両親に支えられ、すくすくと成長した私は18歳になりました。私は大学へ進学することになり、新しい生活を始めようとした頃、父が病気で入院しました。診断の結果、父の病気は癌でした。私は毎日のようにお見舞いに行きました。パパ、今日も来たよ。そう言って父の顔に触れるのが毎回の挨拶です。病気と薬の影響か、徐々に痩せていく父。私は悲しさを表には出さず、パパ、また痩せたんじゃない？私なんて痩せたくても痩せないのに、ずるい、など冗談っぽく言って父と笑い合っていました。父とはいろんな話をします。包丁が使えるようになったこと、電車にも乗れるようになったこと。父は私の手を握って楽しそうに聞いてくれていました。カンナの成人式までには絶対に治すからな。帰り際に父にそう言われ、涙が出そうになり、我慢しながら、約束だからね、と言って病室を出ました。それから半年後、父は治療を頑張った結果、退院できるまでに回復しました。家族みんなほっとし、その夜はお祝いをしました。しかし2年後、私が20歳になった頃、父のがんが再発。すでに肺や胃に転移していて末期状態だと言われました。父が再入院してから1週間後、私の成人式が行われ、父は病院から外出許可をもらい、母と一緒に見に来てくれました。カンナ、本当に綺麗だよ。振り袖姿見れてよかった。そう言いながら父の声は震えていました。目が見えない私は、そんな声から父が泣いているのが分かりました。私たちは親子3人で写真を撮りました。その数日後、父は亡くなりました。亡くなってからすぐ、母から話があると別室へ連れて行かれ、父が生前私のためにドナー登録をしてくれていたことを教えてくれました。そして父の角膜は私に適合していることが分かり、角膜移植の手術ができるというのです。私は未だ父がいなくなったことを受け止めきれず、はじめは反対しましたが、母に、パパの思いを無駄にしないで、と言われ、私は手術を受けることに。手術台に寝かされた時、隣に父がいてくれるような気がして安心しました。数時間に及ぶ手術は無事に成功しました。翌日、麻酔から目を覚ますと、目には包帯が巻かれていたので何も見えませんでしたが、今まで感じることができなかった明るさを感じることができました。その後、
拒絶反応などもあまり出ず、医者も驚いていました。これもパパの力なのかなと思いました。次の日、目の包帯が外され、私は11年ぶりにぼんやりとですが母の顔を見ることができました。私が見えると言うと、母は泣きながら私を抱きしめ、よかったと言いました。はじめはぼんやりだった視界も、数日のリハビリのおかげで徐々に鮮明になっていきました。すると母が、カンナ、パパに会いに行こう、そう言って喪服を差し出しました。わけがわからず、言われるがまま着替え、車に乗り、着いた場所はセレモニーホール。お医者さんには外出許可もらったから、そう言って中に通されました。祭壇にはパパの写真、中央には棺が置かれていました。小窓を覗くと、まるで眠っているような父の顔。パパ、目が見えるようになったんだよ。パパのおかげだよ。本当にありがとう。パパ、寂しいよ。せっかく見えるようになったのに、パパがいないなんて。そう言うと、私はその場で泣き崩れました。カンナ、そろそろお父さんを休ませてあげよう。そう母に言われうなずき、母と一緒に目の前にあった椅子に座りました。最後は笑顔で送ろう。パパも喜ぶよ。そういう母の目からも大粒の涙がこぼれていました。パパ、これから一緒にいろんなもの見ようね。彼氏とかできても怒らないでよ。ずっと一緒だよ。そう言って父と最後のお別れをしました。後日聞いた話なのですが、最後父に会うことができたのは、なんとか私が外出できるようになるまで式は待ってくれと母が親戚にお願いしたそうです。それに私の術後の経過が思った以上に良好だったこともあり、父に会うことができました。それもこれも父のおかげです。その後もリハビリを続け、今では普通の生活が送れています。パパ、見えてる？こんなに綺麗な空を見れるようになったんだよ。ありがとう。これからもよろしくね。これからも父への感謝の気持ちを忘れずに暮らしていこうと思います。もう一話続けてどうぞ。俺の名前はたかし。しがないサラリーマンだ。もう5年も前の話になるが、当時俺にはゆかという婚約者がいた。職場近くの飲み屋で知り合い、出会った当時はお互い25歳。ゆかはおとなしい性格で、顔も雰囲気も俺のタイプだった。半ば一目惚れで付き合うことになった。お互い酒が好きで、デートの時にはよく居酒屋やバーで飲んでいた。ある時、俺が地方に転勤することになった。ゆかに話すと、離れるのは辛い、思いをするのは抱かれた方がいいと言って寂しそうに泣くので、俺は帰ってきたら結婚しようとプロポーズをした。ゆかは突然のことで驚いていたが、嬉しそうに待ってるねと言ってくれた。それから結納を済ませ、婚約指輪も買った。それからしばらくして、俺とゆかの遠距離恋愛が始まった。転勤した後もお互いまめに連絡を取り合っていた。転勤先からは飛行機を使うくらいの距離があったので、頻繁に会うことは難しかったので、長期連休がある時は会いに行くようにしていた。転勤から1年ちょっとほど経ったある日、兄から連絡があり、自身が不妊症だという報告を受けた。兄夫婦は長年子供を望んでいたが、なかなか授かることができず、検査をしたところ、原因は兄にあるとのこと。病院の先生からは、遺伝することもあるのでご家族にも検査することを勧めると言われ、俺に連絡してきたらしい。
俺も将来ユカとの子供が欲しかったので後日検査をすることにしたのだが、結果俺も不妊症だった。判明した時は目の前が真っ暗だった。将来子供ができない俺をユカはどう思うだろう。受け入れてくれるだろうか。婚約破棄なんてことになったらといろいろ考えたが、言うなら早めがいいと思い、本来帰る予定ではなかったが、明日急遽ユカに会って直接言おうと帰ることにした。以前なら前もって連絡を入れてから帰るところだが、今回は急いでいたし、何も言わずに帰ってもおかえりと迎えてくれるだろうと思って、そのまま飛行機に乗り、到着してから連絡を入れることにした。空港に到着したのは夕方5時。外は少し暗くなっている。早速ユカに電話をしたが繋がらないし、 LINE をしても既読にならない。仕事が忙しいのかなと思い、とりあえずマンションに向かってみることに。その間に返信が来るかもしれないと空港を出発した。空港からユカのマンションまでは2時間ほどで着くが、その間にもユカから連絡はなかった。マンションに到着して部屋を確認するが、明かりはついておらず、合鍵を使って部屋に入ったが、まだ仕事から帰ってきていないのか、ユカはいなかった。そのまま待とうかと思ったのだが、驚かせてしまうかもと思い、とりあえず2人でよく飲みに行っていた近くのバーで時間を潰すことにした。バーに到着し、久しぶりに会うマスターに挨拶し、ユカが来たか聞いてみると、今日は見ていないという。マスターと世間話をしながら1時間ほど飲んだが、その間にもユカから連絡はない。そろそろ帰ってきているかと思い、店を後にしてマンションへの道を歩いていたところで、見慣れた後ろ姿を見つけた。ユカだ。俺は声をかけようとしたが、ユカの隣には男がいた。男の方にも見覚えがある。俺の同僚のミツルだ。ミツルとは入社した日が一緒で、よく一緒に飲みに行っていた。ミツルはすでに結婚していて、子供も2人いた。下の子は最近生まれたばかりだ。以前ユカを紹介したことがあって、同僚同士の飲み会にユカを招待したこともあったので、それ以来たびたび顔を合わせることがあった。しかしどうしてあの2人が一緒にいるんだ。しかも何やら親密そうにしている。2人の後を追いながら嫌な予感がした。さすがにそんなことはないだろう。マンションの前で別れるだろうと思っていたのだが、嫌な予感は的中。ユカがミツルの首に腕を絡ませると、ぎゅーっと抱き合いながらキスをした。俺は呼吸をするのも忘れ、その場に倒れそうになった。そしてそのまま2人は一緒に部屋に入っていった。俺の頭はパニックで、今がどういう状況なのか理解できなかった。しばらくその場に立ち尽くし、車のクラクションで我に返った俺は、急いで後を追ってマンションの部屋の前へ勢いよく入ればよかったのだが、情けないことに体が動かない。真相を知るのが怖いと思ってしまったのだ。その時電話が鳴った。ユカからだ。幸いマナーモードにしてあったので着信音は鳴らなかった。もしもし、私だけど、連絡返せなくてごめんね。職場の人と飲んでて気づかなかった。そう言って笑うユカ。そうなんだ、もう家？今帰ってきたところ。でも眠すぎちゃってごめんだけど、また明日連絡するね。おやすみなさい。ユカはそう言うと一方的に電話を切った。全てが嘘なのは分かっていた。だって俺は今その現場にいて、ミツルと部屋に入っていくのを見てしまったのだから。そっとドアノブに手をかけると、いつも鍵を閉めているユカが今日は
鍵を開けっぱなしにしている。しかし乗り込む勇気はなかったので、そっとドアを片目分だけ開けて中を覗いてみた。そしてスマホのムービーをオンにし、部屋の中を撮影する。玄関には散乱した二人の靴、そして部屋の中央にはお互い下に姿で抱き合うユカとミツル。玄関から部屋まで二人の脱ぎ捨てられた服がまるで道案内しているように部屋まで続いている。その後二人は寝室へと向かい、玄関からでは中を見ることができなかった。二人が部屋のドアを閉めたのを確認すると、俺も玄関をそっと閉めた。今思うとあの時よく発狂せずにいたと思う。怒りというよりも喪失感でいっぱいで、そういう時って人間驚くほど静かになるものなんだなぁと思った。そもそもいつも鍵をかけているのに、鍵をかける時間さえも惜しんでまでミツルとの行為がしたかったのか、俺に許している以上のことをミツルには許している。ユカのことが不快で気持ち悪いとも感じた俺は、さっきのバーに戻り強めのお酒を注文すると、マスターが、どうしたの?と聞いてきた。マスターにさっき起こったことを話すと、他に客がいないことを確かめてからいろいろ話してくれた。俺が転勤になった後、たまにユカはミツルと一緒に来ることがあったという。だが、ミツルと一緒の時は必ず他で多めに飲んでから来るし、ここで飲まずにそのまま帰宅してしまうことが多いのだそうだ。酔ったユカは他の客がいてもお構いなしにミツルにキスすることもあったようだ。酔いつぶれたユカをミツルがマンションに連れて行くのが定番だったらしい。俺はマスターの話を泣きながら聞いていた。このままでは飲みすぎてしまうと思い、バーを出て近くのネットカフェに泊まることにした。お酒を飲んでいたにもかかわらず、結局一睡もできないまま朝になった。時間が経つにつれてふつふつと怒りの感情が湧き上がってきて、目が冴えてしまったのだ。チェックアウト時間よりもずっと早くネットカフェを出てユカのマンションに向かうと、ちょうど入り口からユカとミツルが一緒に出てきて別れ際にキスをしていた。それを見ると怒りや悔しさを通り越し、俺は全てを理解し、もう終わりだなと感じた。俺の中でユカとのことは無になったのだ。名残惜しそうにミツルに手を振るユカの姿がまるで他人のように見えた。その後ユカからは普段と変わらない様子で電話や LINE が来ていた。いつものようにその日にあったこと、今日何を食べたかなどの他愛もない話だ。しかし俺はもうその会話をほとんど聞いておらず、ハンズフリーにして遠くに携帯を置き、たまに「へえそうなんだ」と相槌を打つだけだった。その出来事の裏ではミツルとまたあれやこれやをしているんだろう。ユカから届く LINE を見るたびに、あの時のことが思い起こされて気が狂いそうだった。ある日ユカとの電話の時にこう言われた。ねえ、最近なんか様子が変じゃない？最近そっちから連絡くれないし、電話もなんかつまらなそう。ひょっとして浮気してない？お前がそれを言うのか？どんな神経してるんだ。俺が気づいていないのをいいことに自分がやっていることを棚にあげるのか。そんなことを思いながら俺は、浮気なんてしてないよ。俺は絶対浮気なんかしない。思わず爆発しそうになるのを必死に抑えた。そう言うと気を良くしたユカは、今日は大事な話があるの。実は今妊娠してるんだ。2ヶ月なんだって。この前来てくれた時だと思う。驚きのあまり何も言えない俺を気にもせず、ユカは本当に嬉しそうに話を続ける。最近具合が悪くて病院に行ったら、そしたら言われたの、たかしパパになるんだよ。
そう言われた俺は怒りでどうにかなりそうだったが、ひたすら耐えていた。俺は不妊症で子供を作ることは 99.9% 無理と医者に言われている。そんな俺との間に子供なんてできるわけない。どう考えてもミツルの子だ。私たちの赤ちゃんがやっと来てくれた。私あなたとこの子のために頑張る。早速両親にも報告しないと。妊娠お祝いパーティーしよう。こいつは何を言ってるんだ。俺のためにじゃなくてミツルのためにの間違いだろ。この時俺の中で完全に何かが切れてしまって、俺は突然大声で笑ってしまった。そんなに喜んでくれるなんて嬉しい。二人で育てよう。ゆかはてっきり俺が嬉しくて笑っているのだと思っているようだ。だがこの時俺は笑いながら泣いていた震える声を必死で抑えて、やったなゆか。そう返事した時の俺はどんな顔をしていたんだろう。電話でよかったと心から思った。翌日俺は探偵事務所に出向き、ゆかとミツルの浮気を確かなものにするため調査を依頼した。先日隠し撮りしたムービーがあるが、あれだけでは少なすぎるし、もっと確実な証拠が欲しかったのだ。それから前に検査した病院で不妊症の診断書も書いてもらった。そして俺はパソコンに向かい、撮影したムービーから証拠に使えそうなワンシーンを選択し、画像として保存した。生々しい姿が映ったムービーは本当はすぐにでも消してしまいたかったが、これも俺の計画のためには必要なので仕方なく撮っておいたのだ。何枚かプリントしクリアファイルにしまった。一週間後に妊娠祝いパーティーをする計画を立て、ちょうど俺の友人と旅館の両親も呼ぶので、その時に全てをぶちまけて婚約を破棄する計画だ。何も知らないゆかはとても楽しみにしていると電話でも LINE でも言っている。俺は人気の会食におすすめだというレストランの個室を予約した。探偵からの詳細な報告はパーティーの2日前に届き、一応中身を確認すると、ゆかは最後に俺と電話をした後も頻繁にミツルと会っていたようだった。二人の写真が同封されていて、ベロベロに酔っ払ってミツルに抱きつくユカの姿や、濃厚にキスをしているところ、腕を絡めてユカのマンションに仲良く入っていく二人の姿などが写っていて、俺はこれだけの証拠があれば完璧だと思った。妻子持ちのミツルであったが、週末を除いてほぼ毎日ユカに会っていたようだ。ミツルには生まれたばかりの赤ちゃんがいたはずなのに、家事や育児を奥さん一人に任せて、自分は可愛い年下の子と、しかも友人の婚約者にうつつを抜かしていたと思うと嫌悪感しかなかった。ユカは電話のたびに俺がそっけないのが気になっているらしく、両親にも話しているようで、ユカの母からは、ユカの妊娠もっと喜んであげてくださいねと言われたこともある。俺は喜んでいますよとだけ言ってやり過ごした。そして当日レストランで俺とユカ、俺の両親とユカの両親と合流し、妊娠祝いパーティーが始まった。今まで可愛いと思っていたユカの顔は、不機嫌のせいか、それとも浮気を隠しているためか、ひどく歪んで見えた。俺はこの時も変わらず空返事で、笑顔になることもない。せっかくの幸せな妊娠お祝いパーティーなのに、なんでそんなにそっけないの？嬉しくないの？と不機嫌に頬を膨らませていった。ユカの父親も、娘が妊娠したことが気に入らないのか？ちゃんと結婚する気があるのか？と問い詰めてきた。俺の両親も、あんたどうしたの？と心配している。ユカが目に涙をためながら、今のまんまじゃタカシのこと信じられない、
と言われたので、俺もお前のことを信じられない。俺はそう言うと、荷物の中から封筒を2つ取り出した。1つ目の封筒を開け、そこから手紙を出し、その場の全員に見せた。ゆかの母親が、え、不妊症？と言うと、今度は父親がゆかに、お前その子は誰の子だ？とゆかを問い詰める。ゆかは理解できていないのか、え、彼の子で？と話しているうちに状況を把握したようで、顔色が見る間に蒼白になっていった。続いてもう一つの封筒を広げ、探偵からの報告書と写真のコピーをその場に並べた。ゆかとみつるのあられもない姿が、その場にいた俺以外の全員を凍りつかせた。お腹の子は俺の子供じゃないだろう。俺はさらにその携帯のムービーを見せた。ゆかは震えながら声にならない声を上げ、ゆかの母親も顔面蒼白。ゆかの父親は顔を真っ赤にして爆発寸前の様子だった。俺の両親は落胆と怒りで早く帰ろうという。パーティーは以上です。婚約は破棄させていただきます。みつるの子とお腹の子供とお幸せに。そう言って俺は立ち上がり、両親と共にレストランを後にした。個室の方からゆかの父親の怒鳴り声が響いた。レストラン側にはお騒がせして申し訳ないと迷惑料として少し多めに料金を支払った。その後すぐに飛行機で転勤先へ帰ったのだが、飛行機に乗る前も降りた後もゆかからはひっきりなしに電話がかかってきていた。俺は着信拒否をし、 LINE もブロックした。それからしばらく経った頃、実家から連絡があった。どうやらゆかの両親が実家に来て、玄関で土下座をし謝罪してきたという。それから2日後、仕事を終えて帰宅するとアパートの入り口にゆかが立っていた。ゆかはかなり痩せてしまって、頬がげっそりとこけていた。ゆかは久しぶりと言ったが、俺は無視して部屋に入ろうとすると腕をつかまれ、お願い話を聞いてというので、部屋の中には入れずに近所の公園に連れ出した。俺の転勤が決まって寂しかった時、みつるに相談に行ったら、その足で飲みに行こうと言われ口説いてきて酔っていたこともあり、関係を持ってしまったそうだ。みつるが結婚していることは知っていたし、みつるもゆかが俺の婚約者だということを知っていたので、お互い割り切った関係を続けようということになったという。ありえないことにゆかは、みつるはあくまでも遊びで、本当に愛しているのは俺だと言った。俺が転勤から帰ってきたら、みつるとの関係は終わりにして俺と結婚するつもりだったと。子供はみつるの子供だと思っていたが、 DNA 鑑定でもしない限り分かりっこないだろうと思っていたそうだ。俺にバレて婚約が解消し、一人では育てていける自信がなかったので、子供は諦めた。そう言って泣いている。別に俺と別れても一人で子育てを育てればいいのに、こうやって責任感がないから浮気も平気でできてしまうのだ。あのあと俺と折半で払っていたマンションも一人では払いきれないから実家に帰ることになったのだが、あの日以来両親の様子もおかしく、父親は常に不機嫌で口も聞いてくれず、顔を合わせるだけで怒鳴られるし、母親はそんな状況を見て毎日泣いているそうだ。俺は皮肉たっぷりに、みつるに養ってもらえばと言うと、みつるも浮気がバレて家から追い出され、奥さんからは高額な慰謝料と養育費を請求されているそうだ。まあバレたのは俺が探偵の調査結果と写真をみつるの家にも送ったからなんだけどね。ゆかはずうずうしく、俺ともう一度やり直したいと言った。俺はもう別に好きな人がいると嘘を言って断って、最後に、
俺が結婚しようとしていた人がこんな自分勝手で無責任な女だと思わなかったよ、と言うとゆかは、お願い嫌わないで、と腕にまとわりついてきたが、俺はもう来ないでくれ、さようなら、と言ってゆかの手を振りほどき、泣きじゃくるゆかをそのまま置いて公園を後にした。2年後、俺は転勤が終わり地元に帰ることになった。その後のゆかの消息は不明だ。たまに自分の行動を後悔することもあったが、元はといえばゆかの愚かで軽率な行動が原因だ。人を裏切るといつか大きく自分に返ってきて取り返しのつかないことになるということを改めて実感した。俺はそんなことをかみしめながら、もう少し独り身を楽しもうと思う。最後までご視聴ありがとうございました。